全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、社会保険労務士の山崎です。ドキドキします。実は今 Google の検索の前で緊張しています。鈴木美奈と検索しようか迷っています。実は好きだった女性の名前です。しかも中学生の時。今どうしているかなってふと思ったんです。寝っ転がりながらスピッツのチェリーを聞いていたら、急に中学生の頃の甘酸っぱい思い出が蘇ってきました。胸がキュンとしちゃう気持ちになるんですね。その時一目惚れした女性の名前が鈴木美奈なんです。ついついあいつどうしているかなって検索しちゃうことありませんか？私は妻がいる身ではありますが、ちょっと危ない橋を渡ってみたくなりました。 Google で検索をしていいのか、妻を裏切ることにならないか、美人だったらどうしよう、さまざまな心が浮いてきました。気がついたら検索をしていました。検索結果を見たら、ある音楽サークルのメンバー紹介が出てきました。恐る恐るそのページを開いてみると、なんと70代くらいのおばあさまが写っていました。わかりますか、この気持ち、この落胆度合い。期待しない方が難しいこの局面。30代の鈴木美奈を想像した自分がなんて恥ずかしい。さてその勢いで山崎純平を検索してみました。試しにあなたもやってみてください。テニスプレイヤーが出ます。テニスプレイヤーより私の認知度は低いみたいですね。悔しい。まだまだ有名でないということですね。ちなみにうつ病障害年金と検索をすると、全国障害年金パートナーズが出てきます。他の社労士事務所もたくさん出てきますね。ホームページを見ると、まるで障害年金を専門にやっている風に感じますが、ここで注意が必要です。本当に障害年金を専門にやっているのでしょうか。社労士の仕事の相手は個人ではなく会社を相手にしている人がほとんどです。入社、退社、傷病手当金、失業手当などの仕事をしています。そうです、障害年金とは一切関係のない仕事をしているのです。いわゆる障害年金を片手間で仕事をしている社労士がいます。そういう社労士事務所が堂々と障害年金を専門にやっていますとホームページで宣伝をしているのです。あなたは見分けられますか？本当に障害年金を専門にしている社労士と片手間で仕事をしている社労士、大丈夫です。見分け方があります。そのホームページに運営事務所という記載があります。そこにほにゃらら社労士事務所と記載がありますので、それをネットで検索してみてください。すると障害年金以外のホームページが出てきます。助成金やりますよ、給与計算をやりますよ、などなど。ちなみに私たちは障害年金は障害年金でも、うつ病などの精神障害のみしか仕事を受けていません。それ以外の仕事は全て断っています。あなたの大事な障害年金のサポートを誰に任せたいですか？もし少しでも興味を持たれたら、ぜひご相談ください。あなたの力になります。あなたからのご連絡をお待ちしています。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。またあなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、動画のリンク先から判定を申し込みください。